今回は前回ご紹介したシェルの埋め込みデザインに合うデザインをサブデザインとしてご紹介していきたいと思います。シェルの埋め込みとそしてオーロラミラーを組み合わせていきたいと思います。ではですね、カラーは前回作ったクリアピンクとちょっと濃いめのピンクですね、赤に近いカラーなんですけれども、それをそのまま使っていきたいと思います。今回はまずですね、このクリアな状態のところにシェルをですね、もう入れてしまいます。まずのり代わりになるクリアジェルをですね、入れたいところに塗っていただいて、今回はサブデザインとしてシェルをですね、埋め込んでいきますので、前回のメインほどですね、シェルを入れずに少し小さめにですね、砕いていただくといいと思います。さりげないシェルの埋め込みにしていきますので、1箇所ぐらいですね、こんな風に入れていただくといいです。ではここにですね、同じようにクラッシュホイルを散らしていきたいと思います。シェルの上に半分かかりつつ、この下のところにも散らすような感じでですね、置いていただくといいです。大きく取っていただいて、それをですね、細かく砕いていくような感じの方が乗せやすいと思います。シェルのデザインをやっていくときって、もうシェルとこういった金箔クラッシュホイルってもうセットみたいな感じの相性になってくるんですけれども、そうでなくても金箔とかこういったクラッシュホイルは本当にいろんなデザインの中にですね、入れていくことによって、すごくそのデザインを引き立てる役目になってくると思うので、いろいろな使い方をして楽しんでいきたいですよね。はい、こんな感じでですね、さりげなくシェルとクラッシュホイルですね、入れていただいたら、濃く作ったクリアのピンクのカラーですね、このカラーから先に入れていきたいと思います。まずは人差し指、これは根元あたりにですね、シェルとクラッシュホイル入れていったので、根元のところから濃いカラーが始まるような感じで入れていただいて、そしてこのシェルの部分にもですね、少し重ねるような感じで入れていきます。あとはタイダイ柄のような感じでですね、境目をこうぼかしていただいて、筆をもうところどころトントントンと動かしていただくと、本当にクリアカラーなのでいい感じにちょっとぼけてくると思うんですけれども、綺麗にグラデーションのようにぼかそうという感覚ではなく、ランダムにぼかしていただければ問題ないと思います。前回のメインの指のようにですね、全体的にシェルとかを入れてですね、楽しんでいただくのもいいと思うんですけれども、今回のサブデザインのようにさりげなく根元のあたりだったりとか爪先のあたりにシェルを入れて、そして濃いカラーもですね、ところどころこう1箇所に入れていただいて、あとはまた薄いカラーという風にやっていただくのも上品な感じで素敵だと思います。シェルのデザインってラメとは違ったこうキラキラ感があるので素敵なんですけれども、やっぱりこれを全体的に楽しんでいくと結構やっぱ派手てしまうなっていった時もあると思いますので、そういった時にこんなさりげない入れ方をして、もう少しこう優しいカラーとかにしていただくと、オフィスネイルとしてもですね、楽しんでいけるデザインの一つかなと思います。では続いてクリアピンクを上から一層塗っていきます。前回のメインの指の動画でですね、ご紹介をしたんですけれども、このようにクリアピンクをですね、上から重ねていくとき、前回のメインはポイントのような筆でですね、乗せていただいた方がですね、綺麗にちょっとムラができる感じで自然に仕上がってくるというふうにご紹介をしたんですけれども、全体的にシェルを入れていったときは、そのシェルのボコボコ感を利用してムラをですね、あえて作っていった方が濃淡を楽しんでいけるんですけれども、今回はもうさりげなくですね、シェルをワンポイントのような感じで楽しんでいくので、あまりですね、ムラがありすぎてしまっても爪先のあたりとかこのクリアのところがですね、透け感がですね、ちょっとただのムラになってしまいますので、さりげなく部分的に使っていくときはですね、こういった平筆で全体的にですね、均等に塗っていただいた方がいいと思います。では続いて中指にもですね、同じようにクリアピンクを一層塗っていきます。ここにはですね、またちょっと違った感じでですね、ワンポイントというような感じでデザインしていきたいと思います。ベースはクリアピンクでこんな風に仕上げていきます。では続いてノンワイプトップジェルを塗ってミラーですね、こすりつけていきたいと思います。このミラーパウダーはオーロラをやっていきたいと思います。今オーロラパウダーのすごく輝きが強いものが出ているんですけれども、今回はこのシェルとですね、この濃淡もですね、生かしていきたいので、そこまで輝きが強くないのを、もともとあるオーロラのパウダーをですね、使っていきたいと思います。ノンワイプトップジェルをですね、全体的に塗っていただいて硬化したら、
パウダーですね、このようにこすりつけていきます。全体的にこのようにですねパウダーつけていくときはこういったジェルワイプを使っていただくと、つけやすいと思います。このオーロラパウダーをやらなくてもですね濃淡を楽しんでいけると思うんですけれども、オーロラパウダーをつけてもですね輝きが増してなんかちょっとこの爪全体がこうシェルのような感じにも見えてくるので、オーロラパウダーを組み合わせていただくのもすごく相性がいいと思います。このオーロラパウダーはベースのカラーによってですね下のカラーがこうちょっと透けるような感じになってくるんですけれども、なのでこう単純にオーロラミラーだけでなくその中にシェル とこの濃い部分とかが入ったこの濃淡のデザインという感じですごく素敵に仕上がっていると思います。では続いてこの中指クリアピンクを塗ったところもですねせっかくなのでオーロラ仕上げにしていきたいと思います。オーロラミラーも今本当にいろいろな種類があってちょっと輝く感じがこう黄色だったりとかブルーだったりとかピンクとかいろいろなこのオーロラがあるのでいろんなオーロラで楽しんでこの夏もですねデザインいろいろやってみたいと思います。では続いてこの中指のところにですねメタルリキッドを使って少しアレンジをしていきたいと思います。こういったメタルリキッドもですねいろいろと種類が今出てきていると思うんですけれども、私これ気まぐれキャットのメタルなんですが、メタルジェルって割とちょっとくすんだ感じのものがですね多いと思うんですけれども、この気まぐれキャットはいい感じのちょっと光沢さもあってミラーほどではないんですけれども程よい感じのこうメタルさがですねしっかりと出てくるのと、あとはですねこういったラインもすごく描きやすいので結構おすすめです。オーロラミラーで少し可愛らしく、そしてこのメタルリキッドを使って大人っぽくですね少しアートを入れていきますので、のちょっとうねりラインをですねこのように重ねるような感じで入れていただくとこれだけでぐっとこう大人っぽい仕上がりになってきますので、もうこのうねりラインに関しては筆をですね引くようなイメージで爪先の方からですね根元にかけて引っ張ってこううねりをつけながら引っ張っていくと結構自然な感じでですねいい感じの均等さの太さでですね描いていけるので、根元のあたりから描くのではなく下から引っ張るような感じで爪先から描いていただくと描きやすいと思います。あと親指に関してはですね前回のメインと同じデザインでそのままですね同じように仕上げていきます。ではこんな感じであとはですねトップジェルでコーティングしていきたいと思います。シェルの埋め込みデザインってやっぱりトップジェルをですね少し多めにかぶせていくのでどうしても厚みが出やすくなってくるんですけれども、もうぼってりとこうたっぷりシェルをですね埋め込んでいくという感覚ではなく、通常のトップジェルよりはですね若干ちょっと多めのような感じでシェルが埋まるような感覚で通常通りですねコーティングをしていって、そこから上の部分がですねちょっとデコボコしているところをファイルで整えていけば問題ないので、ある程度こうしっかりとですねコーティングをしながら後で整えていくというふうにやっていただくといいと思います。厚みがちょっと気になると思って薄くかぶせすぎてしまってもですね表面を整えている時にあまりこうジェルが薄いとどうしてもシェルがですねもう飛び出てしまってポコッと外れてしまったりといったこともありますので、しっかりとシェルはですね埋めてあげるのは大事だと思います。そしてこのファイルで削った時もですねシェルを削っていただいても、結構シェルって削るとさらに削ることによってなんか自然な感じのこう丸みを帯びるような感じも出てくるので、逆にこうシェルの味が出るような感覚に仕上がってくるので、削るぐらいの感覚でやっていただくといいと思います。削りすぎにだけは気をつけてあげてください。親指にも同じようにメインと同じお花のアートをですねこのように入れていきます。メインは爪先にですねお花を描いていったので、このように同じようなメインの指と同じデザインでも爪先にお花を入れたらもう一本の指は今度は根元のあたりというふうにですね描いていただいた方が面白みがあるので、全く同じデザインを2本とかですねやっていくより少し変えながらというふうにですねメインの指も楽しんでいただくといいと思います。では最後ツヤ出しのトップジェルしっかりとコーティングしていただいてオイルを塗ったら完成になります。はい、こんな感じで完成です。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。全体的にクリアピンクで統一した
シェルの埋め込みデザイン。全体的にシェルを埋め込んでメインにしていく指と、あとはさりげなくですね、入れて、あとはオーロラミラーと合わせてさりげないサブメインとして楽しんでいくデザイン。シェルってすごく素敵なんですけれども、全部にやっぱり入れてしまうとちょっと派手感が出てしまうといったことあると思いますので、全部に入れていくのではなく、メインの指に入れていただいて、あとはさりげなくサブデザインというような感じでやっていただくのも今回のようにですねいいと思いますし、サブデザインのようにワンポイントでですね全体的に楽しんでいただくのもいいと思います。時短デザインとしてもやっていけますので、ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。春休み中もお勉強で忙しかった我が家の中娘なんですけれども、この日はたまたまちょっと勉強が早く終わりまして、何をしたいというふうに聞いたら、絵を描きたいと言ったので、ちょっとなんとなく最初絵を描かせてみたんですけれども、そしたら何とも言えない本当にセンスのなさで、これはまずいと思って、早速 YouTube で絵の研究をしまして、意外にもすごく中娘興味を持って、真剣に YouTube で見ながら一生懸命真似して描いていたんです。どんなものでも中娘ってお正月とかにもご紹介をしたゲームとかでもそうだったんですけれども、ハマると本当に熱心にこうやり込むところがあって、パソコンで YouTube を見ながら一生懸命絵を描いていたんですが、もうそのうちパソコンの画面では小さいと言い出して、またパソコンからテレビにつないでテレビを占領されてしまったんです。もう何でもハマって熱心にやることってすごく大事なことだなとは思うんですが、私もちょっとした一息ぐらいちょっとテレビを見たいと思ってしまうんです。でも春休み中だったので、次の日も塾がお休みだったこともあって、ちょっと遅い時間まで頑張って書いていたんですが、今回はこの日のうちに自分の納得いく仕上がりができたみたいで、満足に絵を描いた後はまたちょっと一息という感じでテレビを見ていたんですけれども、偶然ちび息子と一緒に並んで見ている後ろ姿が同じボーダーの服だったので面白かったです。偶然撮った写真の一枚なんですけれども、なんだかこの後ろ姿すごくほっこりするんですよね。ちび息子も最近では本当に上手に座るようになって、でそこから座っている姿勢から自分でちゃんとこうしっかりとこう前に倒れて、そのまま足を伸ばしてハイハイというような感じでうまく動くようになってくれたので少し安心したんですけれども、ただすごく動き回るので目は離せませんけどね。中娘も中娘で突然あれがしたいこれがしたいと言い出すことがあるので、今度はまた夏休みに向けて何かしたいと言い出すのがちょっと恐ろしいです。自分で言ったことは頑張るという姿勢をこれからも続けてもらいたいです。以上、ちょっとした我が家の出来事でした。